ギタリストの西山です。ギターレクチャー動画、今回を69回目を撮影しています。今日の内容はストロークに一つテクニックを加えて演奏しようと思いますが、ハンマリングというテクニックを一緒にストロークの中に加えてみようと思います。ストロークをしつつ、ハンマリングやるって結構ねレベルが高いところになるんですけれども、これができるとただただシンプルなストロークから脱却するっていうか、ちょっとねプロっぽいっていうか、技ありのストロークができるので、ぜひね頑張って習得していただければと思います。ハンマリングという言葉ですけれども、正式名称はハンマリングオンまでが正式名称なので、正しくはハンマリングオンなんですけど、まあ僕たちが、省略してハンマリングって言ってるので、皆さんもハンマリングで全然大丈夫だと思います。ハンマーに ing がついて、まあ、ハンマリングってことなので、指先がハンマーのように弦を叩きつけるっていう、まあ、テクニックなんですけれども、ギターらしいテクニックの一つなので、ぜひね頑張っていただければと思います。まず今日使うフレーズを演奏してみますので、確認をしていただければと思います。 1,2,3,4 はい、というフレーズになります。コードは C コードと Am7th という2つのコードを使うんですが、まあ、そこにハンマリングのテクニックを入れるだけで、シンプルなストロークからちょっと技ありな感じになるということなんですね。で、これはそんなに難しくなくて、ちょっと頑張れば習得できますので、ぜひ頑張っていただければと思います。まず使うコードを先確認しようと思いますが、 C コードですが、これももうねパッと押さえれて、コードわかるよって人も多いと思うんですけど、一応確認しますね。5弦3フレットは薬指。これがまあ C コードの中で一番低い音程のベース音とかルート音って言われる音になります。これ薬指で押さえます。で、4弦2フレット中指。2弦の1フレット人差し指で押さえます。で、3弦と1弦は開放弦。で、今日はストロークで演奏するので、6弦は親指で軽く弦に触れてミュートをしといてほしいんですね。6弦の音をミュートしなかったら、開放弦、6弦の開放弦の音が出てしまうので、そうすると C コードではなくて C on E コードっていう違うコードになってしまうので、必ずここは親指で軽く弦に触れて、こういうねコツコツコツっていう音が出るぐらい、要は音程として発音しない状態、6弦の開放弦が出るとこういう音になります。それをミュートするとこういう感じですね。この状態で6本ストロークすると、実際と6弦の音はコンっていう音は出てるんですけど、音程、音の、音階としては音は出てないので、まあ、綺麗な C コードの音になるってことになります。で、その状態から次、Am7th コードですが、もうこの形を、あまり崩さずに、薬指だけを離す。で、開放弦に変更するってことになります。5弦3フレットを押さえていた薬指を離すと、これ、5弦3フレットはドの音なんですけど、ドから5弦の開放弦に変えるとラの音になります。で、その状態で他の中指人差し指はそのままキープして弾くと Am7th というコードになります。まあ、名前は全然違うんですけど、ほぼ同じ音を発音していることになります。5弦のみが変わっているということですね。 C コードと Am7th、この分かりやすいコード2つを使って今日ストロークをするわけなんですが、さっきのハンマリングどうやってたかっていうと、ちょっとスローモーションというかゆっくり説明しますね。まずこの C コードの中指ですが、4弦2フレットを押さえていた、まあ、ミの音、4弦2フレットはミの音なんですが、これを開放弦に変えるとレの音になります。で、C コードで中指離した状態で鳴らすとこういう形になります。レの音がミの音にハンマリングで変更するってことなんですね。レミって聞こえてれば、うん。ストロークはまず中指を一旦開放弦に変えた状態でダウンストロークします。で、その後中指の指先の力を使ってカツンと4弦2フレットを叩きつけます。ここが要はハンマーの役割なんですね。で、よく、ハンマリングのテクニックを最初練習する初心者の方によくあるパターンなんですけど、
急ブレーキをかけちゃうんですよ皆さんね。ぶつかると思って指先がこうギリギリ弦に当たる瞬間にストップってかけちゃう。そうするとこう音が止まっちゃうんですね。わかります？ハンマーになってればこういうダラーンっていうしっかり音が出ます。で指先をストップかけてしまうとこういう風に音がね、振動がただただ止まってしまって2フレットの音が発音されないってことがあります。要はこれが弦だとすると、弦開放弦弾いた時に揺れてますね。それを指先でこうハンマーにしたいんですけど、その手前で指先が急ブレーキかけてるから、ただただ振動を止めるだけの動きになっちゃってるってことがあります。なのでもう遠慮なくガツッといってください。ここはもう何ですかね、音が大きく出るためにはしっかり発音叩きつけないと発音が出ないので、頑張って最初指先痛いと思いますけれども、まあ僕もねギター始めた頃こんな指が拷問のような、テクニック使うんかいと思いましたけど、慣れれば全然痛くなくなります。ただ最初は痛いです。ある日突然慣れちゃって指先痛くならない日が、やってきますので、それを信じて、僕を信じてやってみてください。でポイントとしてはフレットのギリギリ横真横を狙ってハンマーになってほしいです。要はフレットの位置からちょっと離れたところで、叩きつけるとですね、まあこの弦とフレット、これがフレットだとすると、弦とフレットが触れ合った時にバーンっていうその音程が出るんですけど、指先がフレットより遠い位置で叩きつけようとすると、弦とフレットが触れ合う前にこう距離があって、なんていうか押さえつけられないままになっちゃうことがあります。こう分かります？このギジギジってした感じ、あんまり綺麗な音じゃないですよね。ギギってその鉄の、成分が入った音になると思うんですけど、そういう風にならないようにしてほしいと。この弦のねカツッって音が、しっかり出る状態が美しいハンマリングの音になりますので、頑張ってハンマーになっていただければと思います。その状態でさっきのストロークのリズムですが、ここは右手がちょっとねややこしくなります。どういうことかというと、ストロークのリズムは実はジャンジャンジャンジャカと弾いています。最初の前半ね、ジャンジャンジャンジャカ。でもハンマリングで演奏するフレーズがあるので、ジャンジャンジャラジャラと言ってますね。ストロークはジャンジャンジャンジャなんですけど、右手じゃなくて左手で音を、ハンマリングで発音してるので、僕たちが聞いてる音はジャンジャンジャッタタッタに聞こえます。わかります？タラタタジャンジャンタラタタ。でも腕の振りストロークに関してはジャンジャンジャージャッカになります。これがちょっとねハンマリングをするときの違和感があって、出てる音と腕の振りが合わないので一瞬迷いますけども、ゆっくり考えて体に慣れさせていけば、できますので、ストロークに関してはジャンジャンジャージャカを頭で描きます。でそのジャージャカのところでハンマリングをして、出てる音ギターから発音する音はジャンジャンタラタタに聞こえるようにしてみてください。いけました？これはちょっと最初ねゆっくりのテンポで、今みたいに形になるように練習続けていただければと思います。でその状態で1小節目が今のパターンで、2小節目は、最初からハンマリング1拍目の頭でハンマリングを入りますが、タラタタジャッカジャッカ、はい。でこの1、2小節分を組み合わせて演奏してみます。せーので、出ました？もっとゆっくりいきましょうか。ワン、ツー、スリー、フォー。ワン、ツー、スリー、フォー。はい、
これが、今回のストロークのパターンの、まあ、基本リズムみたいな形で演奏します。この2小節1つを、グループとして次の Am7 の時も同じリズムで演奏します。このパターンが、同じなので分かっていると思いますが、コードはただただ薬指を離しただけなので、あの Am7 の状態で中指同じようにハンマリングします。やってみますね。1 2 3 4 5、はい、まあ、C の時が C コードの時ができれば Am7 もできると思います。なので今回のポイントはハンマリングを使うのを、しっかり、ね、叩きつけるっていう役割をしなきゃいけないのと、ハンマリングをするときはストロークの音は空振りをするってことになるので、まあ実際出てる音、発音、ギターから出てる発音される音とストロークのパターンはちょっと変わるので、その違和感がなくなるようにしっかり練習していただければと思います。慣れればすぐ、そのリズムをね、ささっと演奏できるようになりますので、頑張って練習を繰り返してみましょう。では、今のフレーズをもう一回、ゆっくりテンポと速いテンポとやりますので頑張ってみてください。はい、という形でストロークの中にハンマリングテクニックを、まあ、シンプルに加えるだけでも音楽の幅としてはすごく広がるので、ぜひ取り入れていただければと思います。まあ、他にもプリングとかスライドとかいろんなテクニックがあるので、そういうのも段階を追って練習していきましょう。ではまたお会いしましょう。西尾でした。バイバイ。